はい、本日ですね、こちら体温の二刀流ダウンジャケットをご紹介していきたいなと思います。ということで先にもうパッて見て答え分かると思います。見た目フリースやのに実はダウンなんですよ。何言ってんの。よし、見ていきましょう。そしたらですね、この表側は某レトロ X にそっくりなんですよ。真似したんちゃうかっていうぐらい某レトロ X ですよね。でパッてこれを開けると裏返せるんですよ。で裏返した時には次はこのようにライトダウンになるっていうところで二刀流になってるわけなんですよ。あ、体温そんなこともしてんの。そうなんですよ。そんなすごい便利なダウンジャケットがあるんですよって言ったら今日終わりなんですけども、それがどういう特徴があってとは言いながら落とし穴があるんですよ。これにはこのすごい落とし穴があって、だから他のブランドはしてないねんでっていうところもありますので、まあ、それを分かった上で購入するっていうのはまあ全然いいかなと思うんですけど、見ていただきたいなと思います。まあ、おそらくタグがね、あのフリースの方についてるっていうところを考えると、こっちが表になってくると思うんですよ。要はなんていうの、レトロ X 側が表になってくるんかなと思うんですけど、僕今回サイズが L サイズで着用しております。でほんまサイズ感に関してもマジでこれレトロ X ちゃうっていうぐらいレトロ X 感あるんですよ。僕も何を隠そう178センチ、あのタラちゃんのおじいちゃんって言われる、あのカツオのおじいちゃんじゃないですよ。タラちゃんのおじいちゃん、カツオにとってはお父さんになるわけなんですけども、磯野波平さんと僕は身長同じ感じになっても、波平さんがこれを言うと、まあ、こんな感じの雰囲気になるんじゃないかなと思います。でほんまにね、近くで見てもらったら分かるんですけども、マジでレトロ X なんですよ。でここのタグが違うだけで、これパタゴニアがこれ出るとこ出たら体温さん大丈夫ですかと、ちょっとこれヒヤヒヤしません、顧問弁護士さんちゃんと用意してますかっていうぐらい、ちょっとこれ似てるんちゃうかなと思うんですけども、これリブの形なんかね、袖一緒なんですよ。ほらなんか見たことあるなと思うじゃないですか。まあ、唯一違うって言ったら色のバリエーションが若干違うんかなと思うんですけど、裏地のじゃあダウンの方でいきましょうか。でおそらく皆さんが着る時っていうのはこっちになるんちゃうかなって僕は予想してるんですよ。要は裏で着るんちゃうかなと思ってるんですよ。なんでなんかっていうと、ダウンジャケットって寒い時にじゃあ今から出かけようかとか、子供が学校行きたくないとか言って、まあ早い車乗れって行くぞって言ってる時って、パッて浮いた時寒ってなる時あるじゃないですか。もうひんやりしてて、それがこのボアがあることによっていつ着てもあったかいし、ふわふわして包まれてるんですよ。だからパッといきなり着やなあかん、しかもキンキンの廊下のとこに置いてたこのダウンジャケットを着るときって勇気いりますよね。うーんっていうのが着やなあかんけども、これやったらボアがあるから着た瞬間からもうあったかいんですよ。あ、それやったらもうこっちで僕もう最初からもう僕こっちで着ますっていう感じの方多いと思うんですけども、今までダウンジャケット着るときに両方ナイロンやったらひんやりしてた、それが嫌やねんっていうのを解決してくれる画期的なこういうボアとダウンの組み合わせ、ハイブリッドになってるわけなんですね。でそれによってどういうことが起きるかっていうと、防風性が上がるんですよ。防風性が上がる、どういうこと言ってんの。これレトロ X の方はなんかラミネートが中に入ってるから風が通らないんだよ、フリースって本来風通すのに通らないんだよみたいな話はしてたんですけど、これに関してはダウンが売ることによってダウンって実は風を通さないっていう役割もあるんですよ。へえ、そうなんやと。なんでかって言ったら、風ってまず生地で止めますよね。でも生地って穴が開いてるからやっぱり通気性っていうかちょっと通ってくるじゃないですか。それをダウンの綿によってもう一回止めるわけなんですよ。でそこでも止まらんかったとしてももう一個裏地がありますよね。でそこで止めるってなってるから、さ台風ぐらいもう風がビュービュー吹いたら無理なんですけど、普通の風ぐらいでやったらピタッと止まるんですよ。でそれがやっぱダウンのいいところでもあるので、普通の例えばちょっとまた近々紹介しようと思ってるんですけど、この太陽さんの新作のこのダウンとかに関しても同じ、暴風の生地別に使ってなくても普通の風ぐらいであればしっかりビシッと暴風性があるっていうところが、これは太陽に限り、すいません、これはね太陽に限らずパタゴニアにしてもそうやし、ノースフェイスにしてもアークテリクスにしても、とりあえずダウンっていうのはそういうもんなんだ。あ、なるほど。それによって見た目は結構軽快というかこういう軽い感じなのにあったかいんですよね。そうなんですよ。保温力がまずは防風性がある、そして次に何っていうと、どっちでも着ても暖かさが体感できるようになってるんですよ。お、そんなこともできんのと。そうなんですよ。でそんなことができて、ほんでまあこれリバーシブルやから変えれますよね。その時の気分によって、やめたと、今日ちょっと派手な方やだよって言ってことで、あの人いつも同じオレンジの服着てるわと思われたくないから今日はじゃあネイビーで行こう、あこれも全然 OK、 その時の気分で変えれるの。そうなんです、変えれるんです。で今回僕ちょっと派手な方をあえて選んでます。っていうのも表と裏っていうのがこれで分かりやすいかなと思ったんで選ばせてもらったんですけど、まあそんな派手なのは着たくないっていう人なんかはどっちも黒黒でいけるんですけど、じゃあ黒黒にしたらリバーシブルの意味ないやんって話したんだけど、それはそれで意味があるんですよ。これは例えばボアバージョンの方っていうのはどうしても秋とか冬っていうイメージになるんだけども、ナイロンの方になった場合って冬から春っていうのもいけるので、結構
構その季節が長くなる、秋から冬だけじゃなくて秋から冬そして冬から春っていうこのシーズンだから半年間ずっと着続けれるっていうところになってるので、実は黒黒でもありなんですよと。あ、そうなんですね。あ、じゃあ私これ買います。ちなみにタコさん値段いくらですか？世の男性諸君、世のパパ、お小遣いで毎月買い物してると思うんですけども、その時ですね、まあ、タバコも買わなあかん、お酒も飲まなあかん、その時にお金たまりますよね。こちらなんと15,000円を切りました。14,850円ということになっておりまして、15,000円出すとお釣りが返ってきております。でしかもダウンっていうのも800フィルパワーっていうフィルパワーが使われてますので、ユニクロのダウンより質いいですよと。ユニクロよりいいんですか？そうなんです、ユニクロよりいいんです。ただ見たら分かる通りスッキリは作ってるので、ユニクロほどダウンの量がないから真冬のそのすっごい寒いところに行くっていうところでは向いてないんですよ。だからまあ次におすすめの人とデメリットっていうところで言おうかなと思ってるんですけど、デメリットはね、どういうところがデメリットなんかっていうと、今いいところしか言いませんでした。両方で切れて防風性あって保温力あって800フィルパワー、気分で変えれる、秋から春まで着れる。いや、そのあれは分かってんけども値段も安い、それなんかデメリットあんの？そうなんですよ。あのね、ページ見てもらったら分かるんですけど、手洗いの画像があるんですね。さもそれを見るとすごい簡単にできそうに見えるじゃないですか。はいはいはい、確かに思うなるんだけど、あのね、間違ってもないんですよ。っていうのもこの洗濯表記見てもらったら分かるんですけど、手洗いのマークここ内線ついてるんですね。これって実はノースフェイスのダウンジャケット、他のブランドのダウンジャケット全部手洗い表記になってるんですよ。で、手洗い表記になってるんですけども、基本皆さん手洗いします？ダウンジャケット洗いますか？手洗いしますか？絶対しないじゃないですか。なんでなんかっていうと、一回ペタンコになったダウンをこういう傘高ある状態、ふわふわの状態に戻すのってすごい難しいんですね。で、そのためになんかテニスボール突っ込んで乾燥機に一緒にバンバン当てながらふっくらさせるとかもあるんやけども、ほとんどの人がそんなことしないじゃないですか。ってなった時に手洗いをほんまにするんかなっていうところが気になるんです。で、それでいてこれ普通のダウンジャケットと違って汚れがつきやすいんですよ。なぜかというとボアやから。ボアの方ってその自分のもちろん皮脂とか、こっちで着てる時にはあんまり皮脂ってつかないと思いますね。こっちのナイロンの方にこの皮脂がついてるから大丈夫かなと思うけど、こういうのってホコリをなんか集めてきたり、猫の毛がもう絡まりまくってたりっていう、そのとにかくゴミを集めやすい生地感なんですよ。だから洗わへんっていうわけにはいかないんですよ。でも手洗いは難しいよね。ダウン戻らないよねってなった場合って、もうどうするかって言ったらクリーニング出すしかないんですよね。で、クリーニング出すまではちょっと嫌やなと。別にそれやったらそういうのをなんか買うしななんて思ったりするじゃないですか。逆に両面フリースやったら洗えるんですよ。片方にこれダウンぶち込められると手洗いやねんけど手洗いもせえへんし、もっと言うたら手洗いした後脱水とかもあんまやりすぎると破れたりするんですよ。だそんなもちゃんと洗濯用紙見ながらやらなあかんとかもあるから邪魔くさくなってくるんですよね。ってなったらもうクリーニング一択なんですよ。そうかと。確かにそう言われたら今まで見たことなかった、片面ダウン片面フリース、あ、画期的でええやないか。あ、そっか、取り扱いが難しいんか。そうになってくるわけなんですよ。だからみんなやらないんですよね。まあ、そういうところがデメリットであるよということなんですけども、逆にこれ向いてる人はめちゃくちゃ向いてるわけなんですよ。で、どういう時に向いてるんかっていうと、これも県をちょっと限定しましょう。栃木県、奈良県、三重県、四国、適当に言いますけども、車社会のとこっていうのはめちゃくちゃ向いてると思います。っていうのも結構すっきり作られてるので車乗りながら運転できるんです。で、それでいて暖かいんですよ。だからまあ北海道もいいと思うんですね。北海道も車社会なんで車乗っててダウンではちょっと暑いという時なんかはこれ着てて閉めたら全然問題ない。で、しかも毎日着れる。で、その時の気分によって裏と思って変えれるっていう感じになってるのでいいかなと思います。ただその洗濯のこと考えて、まあちょっと一旦延命しましょう。あの時期を伸ばそうとした時にこう直接着ると絶対この首のところに皮脂ってたまるじゃないですか。そこに皮脂がたまってきよるからここが汚れてくるっていうことがありえると思うんですけども、まあ、それをなくすために、まあ、中にちょっとハイネックみたいなの着たりとかしてちょっとごまかしごまかし着ていきましょうということにしたとしても、まあ1ヶ月すると匂ってくんちゃいます？ちょっとずつなんか臭いなと。いくらファブリーズかけても奥の方で漂ってると何かが魔物か何かが生きてるよっていう状態になると思うので、ちょっとその辺のね、やっぱ取り扱いっていうところが、まあ、僕個人的には気になるんかなと思いますので、めっちゃ便利なんですよ。めちゃくちゃ便利やしめちゃくちゃ性能としてはいいんやけども、そこの取り扱いのところだけは少し気になる。で、もし仮にインナー着ながら着たいっていう方であれば、ちょっとサイズだけね気をつけた方がいいなと思うのが、僕今ロンティー着た上で着てる分には何の問題もないんですよ。で、これ例えば締めたとしても全然窮屈とかもないんですよね。ただインナー着たりするって考えたらもう一個上げてもいいんかなと
と思ったりするし、特にスウェットとかパーカー着たいってなった場合はちょっとこれじゃジャストすぎるかなって思ったりもするんですけども、多分パーカー着たらもう次は肩が回らなくなってくると思うので、まあ、そのあたりなんかもちょっとサイズ感的には T シャツロンティーとかで着るんでも全く申し分ないんですけど、なんかちょっと厚めのものを着たいっていう人はちょっとまあサイズは1個上でもいいかもしれないし、ちょっとその辺悩んでもいいんかなとは思います。ということでね、まあ今回紹介させてもらったんですけど、ただこのタイヨンっていうブランドってめちゃくちゃコスパいいじゃないですか。だから他のダウンジャケットとかも買ってみたんですけど、これね、今回ボアとダウンジャケットやったから取り扱いがちょっと難しいですよねっていう落としどころにはなっちゃったんですけど、これ解決案として面白いなと思うのが、こっちのダウンの方を中綿にすれば洗えるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。ってなった場合、表はフリース、裏は中綿ジャケットにしちゃえば普通のフリースより暖かいで、普通の中綿ジャケットよりも両面綺麗、季節長いってなったらいいことしか起きひんくなるじゃないですか。でそれで洗えるってなったらね、だからそういうのがもしかして今後出てくるんちゃうかなと思いますし、まあ、僕自身は洋服作ってるんですけど、僕あんまりそういうなんか小賢しいことあんまし小賢しいって言って言い方悪いけども、なんかそういうのあんましたいと思わないんで、プライベートでそういう着方しないんですよね。だフリース着るときはフリース着るし、ダウン着るときはダウン着るので一緒くたにはしないんですけども、そういう使い方される方もいらっしゃるじゃないですか。だから今後そういうブランドが出てきたらめちゃくちゃいいんかなと思いますので、それを何出るのも楽しみにしながら、今回はその辛口にはちょっとなっちゃったんですけど、これあえて中綿にしたらどうですかっていう提案でね、最後終わりたいなというふうに思います。ということで本日はですね、タイヨンのリバーシブルジャケットを紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。